今日本日、横浜ベイスターズにいる、関根選手の、母親が、手がけるクレープ屋さんなんですけど、そこへ行きました。関根選手の、多分母親が経営してると思うんですけども、母親が、手作りで作ってくれました。クレープ屋さんに行ってきました。ここはキッチンカーで、場所はまあ毎日違うみたいなんですけども、概要欄にインスタグラムの URL 貼っときますので、ぜひチェックしてみてください。そこで例えば、どこでやるとか告知してるみたいなんですけども、私はたまたまインスタグラムとかツイッターで、告知してたので、それを見ていきました。それで何を食べたかというと、生チョコバナナ、豆乳生チョコバナナ食べました。結構美味しかったです。というのが知ってたんですけど、鬼滅の刃を見た後に行きました。映画館相鉄モービルから結構近かったんで、最初に本当に、今日鬼滅の刃を見に行く予定です。予定はしてました。それから今日朝にたまたまツイッターをチェックしたら関根選手の方がいるっていう場所も近いじゃんってことが分かりましたので、急遽一回は行ってみたかったんで行ってみることにしました。チャンネル登録お願いします。